あ、ピカチュウ。チュウの職業ってあるんだ。お前なんかできる仕事あるん？戦闘民族やる、どちらか言うたら。合ってる？あ、すいません。間違えました。なんでお前ら全員リリちゃんと友達になろうとすんねんな。なんでやねん。すごいな。魔性の女だね、本当に。入った瞬間、このマンションに入った瞬間にかかってるやん、魔法に。なんでなん、お前ら全員。いや、でもやっぱ面白い話できんじゃない？ミスタービーストさんは。うん。わかったわ。すげえな、リリちゃん。いや、これは、リリちゃんにとってもいい話だと思う。どんだけいただこうがなくなれへんから。ミスタービーストの懐はなくなれへんからね。どんだけいただいても。うまくやれよ。二人とも。これはもうあれやん。需要と供給が一致してんねんから。失敗するはず。ナイス！ナイス。逆に良かったかもしれん。だって無限の供給源と、があれば、リリちゃんも、こうなんていう、あんまこう暴走せえへんって思うねんな。うわぁ、誰なんやろ、このリリちゃんの恋人親友枠は一体誰が手にするんだろうね。あーよ、ありがとう。ぜひなってあげて。彼今友達いないから、なんでもええよ。褒めてなんかあいつあかんかったから、あの、やっぱコミュニケーション得意じゃないから、手短にこう話してくださるとありがたいかもしれないっす。割とこう一人の時間大事にするタイプやから。お前うまくやれよな。うん。できる限りの範囲を俺無理言ってケイタさんに頼んできてんからな。あとお前の気持ち次第や。絶対うまくやれよ。こんなチャンスめったないぞ。もっと早く歩けお前やな。ちゃんとせよ。うん。ナイス。はい、チーム友達。これで全妖怪俺のもん。効果は多分保証されてるで。ミスターミスト、そんなこともするん？仕事選びな。あ、ランキング掲示板。うん、あ、そうなんや。見てみるか。ん、絶好調ランキング、その日の運勢や心身のバランスを総合し合計ポイント発表順位を毎日変わります。あ、ピカチュウ1、タンガ2、リリちゃんが、リリちゃんの上がり幅えぐ、そらそうやろうな。ミスタービーストルだってお知り合いになれてんから。で、ケイタが一番最下位と。まあ、お悩み解決していくか。あー、お前なん、うん、別にそんぐらい自分で何とかできるやろ。ええけどさ、何皮叩いてください。でも5回失敗すると怒られるか。まあそういうこと。はい。え、むずっ。今のわかんの。止まれ、止まって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 、と止まらんかい。ちょ、ごめん、止まって止まって止まって。いや、待て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 。ナイス。なんで今叩いたってな。ナイス。いや、誰の笑い声。めちゃくちゃ笑われてんけど、俺カー叩いたらめちゃくちゃ笑われた子供に。あ、レベルアップした。道具行ってみるか。道具をプレゼントするとミーたちはその道具を使うよりも全部プレゼントしてミーたちの生活を充実させてください。おい、あ、それはやっぱね、ノートパソコン、パソコンないと仕事できへんからね。はい、どうぞ。なんかなるんかな、これで。あ、なんか、あ、ふけてるわ。な。インターネットよりもう逃げた、こいつ。ケイタ君とせっかく友達になったのに、全部捨ててインターネットにすぐに逃げる。お前は。よくないわ。外出ろよ。パソコンの上立つな、お前。何ですか。おー、今度はケイタ君。え、なってなかった？ケイタ君はまだやったか。まあ、ケイタ君はね、まあ、相手小学生やから、やっぱいっぱい喋りたいと思うね。聞き手に回ってあげるの、こう、大人としてね。大人っぽく見えるんじゃないかな、そっちの方が。と思うけど。なるほど。うん。わかりました。ちょっとお話ししてきます。どうぞ。やっぱこう、妖怪を相手にしてるケイタ君やから、人間ぐらいちょちょいのちょいやろ。お寺のハイエンド行こうや。ケイタ君の。どう？ああ、いいね、友達になった。みんなコミュ力高いね。よかったん、リリちゃん。新しい食べ物ゲットして。うん。
それはよかった。他のやつ見てみる。住人が男女を各2人いて、あー男女2人とかあるんや、そういうの。女子、あと女子追加したいな。ほな誰かな、影響力のある人来てほしいよな。え、俺普通にあの俺の好きな女優さん入れていい？俺の好きな女優さん入れてこの人と結婚するわ。丸顔で、あ、そ、これ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 。んでね、眉毛はね、あ、これやな。んで目は、あ、これかも、これやわ。鼻は、え、割と童顔なんよね。いや、そんな分厚くない。あ、これこれ、あ、これかも。あー、すばし。答えは木村文乃さんです。わ、その他なんですよ。いつか夫婦になれたいと。夫婦にしとく、もう夫婦にしとく。いや、でもそんな行動はせえへん俺。ステイステイ堂々戦うから、全員と同じ条件で行動はね。いや、どうなんやろ、私生活知らんしな。え、イメージで言っていい？イメージはね、なんかゆっくりしてそう。うん、マイルドマイルド。表情はね、え、クールなんやと違うと。でも全くっていうわけではないね。やっぱこんぐらいかな。なんかね、え、慎重な気がする。で、まあまあ常識人。うん、まあ、ちょっと抜けてるところがあるかなぐらいでな感じなんよ。感じなんですよ。クール系、第一印象クール、特徴控えめ、注意深い、しぶとい論理、口調が淡々としている、もじもじ型、我慢強いタイプ、自分より他人を大切にし、争い事は避けると、まあ我慢しすぎると爆発することも、ね、うわー来たよー。あ、ニュース速報。うん、うかやさんオープン。うわー、これはあげたい、何でもあげたい。木村さん、木村さんが言えたらそうなるわ。ならそうやわ。木村さーん、木村さーん、あ、こんな白い部屋に、ちょっと待って、まずインテリア買ってあげよう。まずインテリア買ってあげよう。木村です。うん、返しのタイプの女だと思います。素晴らしい。何か温かいものが食べる。なんで、あー、ちょ、おい、待ち、お待ち、お待ち、すぐにあのうちの郷土料理、ドビュットの郷土料理、クリームシチュー買っていきます。クリームシチュー、こんばんは。なに、え、なに急にそんなアップになってくれるん？え、あ、いいんすか？いや、全然、ただの綺麗だなと思って。クリームシューどうぞ。どうぞ。どう？ナイスお前！ナイス俺！どうしたん？うん。え、いいんですか？それいいってことですか？失礼いたしますね。うわ、もう皿ごと入ってる。うん、そういうお茶目なね、ちょっと抜けてるところあるもんね。お皿ごと食べちゃうもんね、食べ物とか。いいよね、それも天然で。あ、ミスタービーストが困ってる。あ、マジっすか。え、もう何でもいいっすよ。チャンネル登録者数バグ伸びやん、そんな。あ、面白い話して、大丈夫ですか。お前絶対友達になれよ、俺頼むぞ。なるほど、うん、わかりました。うん、ちょっとお話ししてきます。いや、友達のは増やしとけ。友達の友達で木村文乃さんとのこう関わり気があるかもしれんからな。できるだけ友達なんか多い方がええねんから。頼む。ちゃんとせえよ。しっかりせえよ、お前。うん。どう？何してんねん、もう！お前マジでさ、コミュ障こじらせすぎやって。お前ちゃんとせえ言うたやんな。せん、あんなこっぴどこ言うたやん、こんばんはじゃないの。お前まず頭下げろな。せやろ。まず今回、まだあの、ミスタービーストさんやから、まあ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 、最悪よしとしてるわ。でも、次、むし、木村文乃さんにな、お話になりたいです言われてよ。こんななってよ。お、マジ、覚えてけよな。お前が寝てる間にお前のそのテンパ全部ぶっこ抜くからな。お前のテンパとお前の賃金を逆にしてるからな。絶対木村文乃さんの時はちゃんとせえよ。すぐお前インターネット触る。ああ、嬉しい時に、まあ、ナイスパーやけど、同じの教えてもしゃあないよな。ナギフ。ナギフ。よし。まあ、一旦この辺のことは全員にこう覚えさせておきたいよね。お腹すいた？ああ、木村さん。あ、いいんじゃない？そこの中。ありかもしれない。木村さんは割とこう、なクール系で送ってっぽいやん。やっぱリリちゃんにこう、そういう手ほどきして、恋愛に前向きになってもらう方が、タンとしてもこう、チャンスが巡ってくるかもしれん。そうなんですか。うん。あ、いいね。ありがとう。ありがとう、ありがとう。アルベルマアップした。インテリア送ってみる？ああ、そんなんいいんすか。ナチュラル。ユーロピアン。ユーロピアンってナチュラルよな、どっちか言うたら。うん。どうぞ。あった。あー、おしゃれ。あ、なんか出た。ニュース速報。適色の館。何適色の館って。あ、それはもう、まあ大学4年生、3年生の人全員悩んでると思う。うん。めっちゃええやん。やろうぜ。
出したい。え、ちょ、俺やっていい？俺の職業って何なんだ？俺今 YouTuber 一応やってるけど、何やったんやろ？本来こう、就職してたら何が適職やったんやろ？タクシー運転手。木村さんやん。そうか、タクシー運転手になったら俺木村さん乗せれるかもしれん。それやん。うわ、俺東京行こう。俺東京でタクシー運転手しよう。とりあえず制服が異常に似合います。白い手袋をすればさらに完璧。じゃあ圭太君は？あんな妖怪と仲良いしてるけど、その妖怪を生かした職業とかつけんの？あ、お笑い芸人？妖怪使って心霊番組なれへんそれ。リリちゃんは？リリちゃんは何やろう？ダンサー！いや、合いそう！ところどころ無頓着な。ダンサーかっこよく決まってます。靴下か厚手の白だったりとかなり大人気です。え、ありそう！木村さんは？木村さんもちろん女優やん。それはもちろん女優やろ。か、うわ、それも似合う！お前、ええとこつくなぁなぁ。ミスタービーストは？ミスタービーストはそれ YouTuber か。なんかタレントとかそっち系やろ。わぁ、それ、やってそう！宇宙飛行士、そういうなんかぶっ飛んだことというか、面白そうやなって思うこと何でもやってそう。うわ、お前マジで。わかってんの？知ってる？ミスタービースト知ってた？このゲーム。7日間宇宙で過ごしてみたって企画多分やってる。これ全部かな？あ、ピカチュウ。チーの職業ってあるんだ。お前なんかできる仕事あるん？戦闘民族やる、どちらか言うたら。合ってる！ぴったりやん！ロケット弾、しこたま芝居できたもんな。めちゃくちゃぴったりやん。奥屋さん行こう。え、これちょっとリリちゃんに買おう。うん。なんかリリちゃん似合いそうな気する。わぁ、これ。俺、これ木村文乃さんに買っていい？いや、これ単に買おう。うん。お前これで頑張って、根を引け。他の住人より目立って、一気に目引け。うわ、これでお前、目引け。木村文乃さんの、こう、あ、いけごめん、そうかも。うん。ごめん、ダサいもん。今、リリちゃんね、あ、リリちゃん夢見てる。あ？なに？何その夢？うん、なんか、白鳥に。あ、俺とミスタービーストが？何言うてたん？白鳥に何言うてん？うん。何、無視された？え？あ、続けるんだ、まだ。うん。あやどりしてたんや。あの手で、ピカチュウ。電気通ったら一大事やりたい、ケイトに。無視されてるけど、ずっと。お前、めげないね。うん。今さっきの話、ピカチュウさんが。あ、俺とピカチュウが。こんな仲良かったんや、俺ら。ずっと無視されてるよ。え、ずっと無視されてるけど。ずっと言うん。それは別に普通じゃない？え、終わらないのこれ。え、これ終わりなし？ずっと続くんやけど。3回目ぐらいで終わるかなと思ったら、5回目 ?4 回目なんか来たよ。うん。あるやろ、別に。企画であったりしても不思議じゃないやろ。野球する企画。うん、あ、終わった。あ、おはよう、リリちゃん。まあまあ。じゃ、服あげよう思ってさ。これ、ボーダータイツ。いや、これ似合うと思う。うん、いや、これええと思うよ。まあ、うん。なに、俺って服のセンスない？いや、これいけるやろ、でも。ふみのさん、ふみのさん、ふみのさんにこの服ちょっと開けようと思って。いや、これは絶対似合うって。なあ。赤いの。うせやん。うせやん。え、俺服のセンスなさすぎん。あ、そしたらベスト。どうしたん？どうしたん？入れましたん？うわー、嘘やん。その財力が牙を向き始めた。うわー、どうしよう、これ。狙われるよな。いや、まずい、これ。でもさ、他人のこう意見をさ、なんかするのは良くないやん。わ、ちょ、普通かな？うん。普通かな？あ、そうですか。わかりました。うん。
よしよし。合わないかもとは言うてないかな。わかんないよ、普通やん。山田さんどうした？仕事できそうな服が欲しい。あ、オッケー、仕事で、オッケー。これじゃない。季節、漢字、ぐんじゃんじゃんじゃん。いや、サツパンツありそう。いや、ちゃうな。あ、スーツ！これやろ！絶対これ。買え。スーツ。どうぞ。いや、これは仕事で使うよ。うん、はい、はい、すごく気に入った。いたか、この俺のセンス。メンズもの顔で。喜んでますけどね。はい、女心分かってない君たち。本当のセンスない。はい、女心分かってない。俺が一番よく分かってるから。やっぱ俺と一緒になるのが一番幸せやんな。ね。幸せだもんねやっとほら、頭撫でるだけでレベルアップすんねんで。うわー、どうしよう。ちょっとごめん。え、インテリアがいい。ごめん。おこう思ったんで。どうぞ。わあ、いい部屋やね。うん。こんばんは。ああ、いいっすよー。もうぜひなってください。木村さんあれでも結構頭使う話好きやと思う。あの感じ。うん。よし。どう？いいっすか。ありがとうございます。いや、これで恋に積極的になってほしいね。こう、リリちゃんに影響を受けて。どうかな、友達になれるかな、この二人。どう？うん。いいね！わ、よかったね、これは。うまくいって。うん。よかった、よかった。これで。いつの間に？いつの間に？お前ら、さすがにそれはその未成年やで、相手。お前隅に置けんやつよな。なんか唐揚げつきそうじゃない、ケイタ君。唐揚げって用なんや。用か中なんや。あ、ごめん、間違えた。ごめん。いただきます。どうぞ。おいしい？そら、おいしいよ。唐揚げ嫌いの人もおらんもん。すごくおいしかった。あ、1位になった、好物。おお、言葉あげてみるか。ほな、言葉を覚えさせると、ミーたちはたまにその言葉喋るようになります。よく言いそうな言葉を覚えさせてみましょう。あー、ケイタ君がよく言いそうな、それはあれやろ。出てこい、俺の友達。妖怪のせいやな、ほんまごめん、ちゃうかったわ。と、妖怪のせいだよく言うよ。妖怪のせいだよく言うよ、お前。もう一人行くか、オーナー。誰にしようかな。この人行ってみるか。まあ、この人もあれやからな、結構。すごい人やからな。挑発。なあ、まあ、これで行くか。あんまり納得はできへんけど。やるならこれで。いや、むずいって。まあ。もう合ってないようなもん、これは。俺、なんか。生ハゲちゃうわな。いやー、なしか。あんま大きくないイメージ。口くそ細い。まあ、でも、ブサイクじゃないやん。キズナアイさんですね。想像力働かせろって。いや、頑張った方がこれは。B 型なんで一緒や。あ、こっちの方が近いかも。行動はね、割とキビキビしてるイメージ。言葉はね、言葉はストレートや。ファッキューって言ってたもん。表情は豊かですよ。まあ、多少クールなところ。考え方はね、どっちか言うとどうかな。楽観的なのかもしれないですね。はっきり言って変わってるか常識で言ったら、まあ、どっちか言うと常識人かなっていう感じなんだけど、まあ、変わってるにも一歩足踏み出してるみたいな、こんな感じですかね。うん。ノリ系、第一印象、気さく、特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的で、一安感、無責感。あ、誰かと一緒やな、元気の言葉。思いつきで何でもやる、何か言った人は誰にも止められる。なんか誰かも一緒やったよな、これ。まあ、キズナアイさんが来ましたと。ミニュース。あ、お前か。俺か。うん。あ、今まではなんかあれやった、なんかボランティアみたいな感じだったの？やめろ、左下！お前！的を得るな！絶対にやめろ！あ、海野さん、どうしたんすか？スカートの服が欲しい。やっぱおしゃれやね、女優さん。任せといてよ。ついでにこっちを見てみよう。ミスタービーストさんは？あーん！あ、いいかもしれない、そこ。コラボってこと？コラボ動画？やっぱ礼儀正しが割と大事やと思う。コラボ動画撮るってなったら。アイちゃん、いける？うん。アイちゃん。キズナ、アイちゃん、うん。いける？うん、見えてきたやろ。若干見えてきたやろ、みんなも。うん。あ、いいね。商談成立。よし。
うまくいきました。ありがとうございます。うん、おかげでそらよかったわ。になれました。そらよかった。あ、レベルアップしちゃって。言葉でいいかな。ミスタービーストとかよく言うのでやっぱあれやんな。100万ドルどうぞ。うん、100万ドル。あー、じゃあ100万ドルって言ってほしかった。100万ドル、うん、これにしといて。100万ドル。あ、せや、服買いに行くの忘れてた。スカートね。デミルスカート行こう。これどうぞ。どうかな。あー、いいね。喜んで言われてるぞ。ご気に入ったようです。あー、やっぱおしゃれやね、みんな。こっちは愛ちゃんは絆です。絆です。うん。ちゃんと自己紹介するね。やっぱ職業病かな。涼しい服ね。オッケー。シェックのワンピースとかあげてみる。リリちゃんに。これリリちゃんにあげてみるか。ほんで涼しい服は春のワンピース。これいいやろ。春のってついたら涼しいやろうな。春のワンピースと。パンの影薄くなってきて。そのうち出るからまた。え、ちゃうん。え、春の服ちゃうんか。シェックのワンピースあげるね、これ。あ、間違えた、ごめん。めっちゃ見てるやん。めちゃくちゃ見てたよ今。ごめんな、リリちゃん。どう？まあまあか。まあまあか。あんま喜ばれへんな、なんか俺のプレゼント。いただき女子リリちゃんがよく言うのってなんなんやろ。あった、あったよな、長ビヨン。まあ、新しい人作るか。いや、誰作ろうかな。やっぱこう、なんかさ、最近やっぱ YouTuber 攻めすぎたよな。うん、YouTuber やっぱ2人おるから、ちゃうところから作りだよな、俺。ごめん、分からん人は分からんと思う。俺作って、また男の人やねんけどさ。本当はこれじゃねえ。でもこれやな。あ、いいね。あ、近なって、ぐっと近なって今。あ、これでもある。うんうん、これこれこれ。あ、これやな。あ、これかな。身長はこんぐらい。まあまあ、これはもう当たってる人が何か見ましたけど。まあ、ぬくみず陽一さんです。まあ、これは当たってたわ。なあ、これや、これは。ゆっくりです。マイルドです。豊かです。ちょっと楽観的です。女子基準です。はい、なごみ系、穏やか、マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手で、みんなに優しい、ふわふわ型、究極の癒し系タイプ。楽しいことはすぐに顔に出る、嫌なこともすぐに顔に出る。ぬくみずさん、わー、これでなんかちょっと平和になったね、うちのマンションが。あ、いらっしゃい、ぬくみずさん、いらっしゃい。何してんの。